熊本地震の影響で南阿蘇村にある九州電力の水力発電所が損傷し大量の水が麓の集落に向けて流れ出ていたことが分かりました集落では土砂崩れで2人が死亡していて九州電力は関連を調べる方針です地震で損傷したのは南阿蘇村にある黒川第一発電所です 先月16日の地震の後、およそ1万立方メートルの貯水槽から大量の水が流れ出ました麓の新所地区では土砂崩れに巻き込まれ2人が死亡しています九州電力はこれまで2度にわたって地区の区長らに被害状況や今後の対応を説明しましたもっと早く私たち被災者について話を持ってきてほしかったし 九州電力では今月中旬に発電所の被害を詳しく調査し集落を襲った土砂崩れとの因果関係についても調べる方針です。